日本の岸田さんが表明した資産所得倍増プラン、会社の給料2倍になるの？と思ったあなた、残念です。倍増したいのは所得ではなく資産所得です。資産所得っていうのは株の配当金や物件を他人に貸していて得る賃貸料とか、資産を所有、運用することで得られる所得のことです。2022年までのこの10年間、アメリカでは家計の金融資産がなんと3倍、イギリスでは 2.3 倍になっているのに、日本は 1.4 倍にしかなってないんだって。なぜでしょう。日本は個人の金融資産の半分以上が現預金で保有されていたからです。つまり郵便局や銀行に預けたまま放置している人がほとんどだから、いつまで経っても資産が増えない。ここまで聞いて、ん？あれ？と思わない？コツコツお金を貯めるのが日本人の美徳。いざという時のために貯金しておきなさい。ってお母さんも、お母さんのお母さんもそう言ってた。僕は貯金を否定するつもりはありませんよ。実際お金を貯めることはすごく重要で大切なことです。でも、だけど、しかしながら、貯めたお金を使わずに放置することはダメなことなんだ。岸田さんはこのことを日本の大きなポテンシャルっていうとても優しい言い方をしました。あー、ポテンシャルか。本田圭佑の言う伸びしろですねってあれか。違います。そもそも日本人の貯金癖がここまでひどくなった原因をご存知ですか？1945年に日本は太平洋戦争に負けて敗戦国として終戦を迎えました。日本政府は破産状態、お金なんてない。それでも戦後の復興を模索しなければならなかった。もう一度欧米に負けない強い経済を取り戻すんだ。そのためにはお金が必要だった。政府は考えます。戦争を生き抜いた日本国民7000万人は多少のお金を持っているはずだ。そうだ、それを集めて新しい産業に投入しよう。皆さん、預金をすれば世の中は幸せになります。預金しましょう。国民の預金は銀行に集まり、新しい産業に低い金利で融資されました。そして日本は世界有数の鉄鋼産業国家への礎を築いたんです。これが奇跡と呼ばれる戦後日本の高度経済成長につながっていくんです。半沢直樹っぽくありません？ちょっとかっこいいですよね。そう、かっこいいんです。だからダメなんです。預金することはかっこいいこと、素晴らしいこと。その考えが親から、親の親から、親の親の親からずーっと引き継がれて、刷り込まれて、洗脳されてきたんです。あなたもね、今は戦後の日本ではありません。過去の栄光にすがり考え方を変えられないのはかっこ悪いです。僕が岸田さんの言葉を直訳すると、溜め込んでないでさっさと投資してくれよ。日本経済も潤うし、あなた自身も資産が増えるってデータが出てるんだからさ。っていうか、投資とか資産運用しない方が損するんだよ。みんなマジで何してんの？という意味です。ちなみに僕は全財産180万円をビットコインという仮想通貨にぶっ込んでいます。銀行口座には生活費を10万円残しておくだけ。どうしてそんなヤバいことをしているのか気になった方、他の動画で理由説明いろいろ上げてますので、ぜひ僕のチャンネルに登録してください。僕の全財産が吹っ飛ぶ様子、もしくは増えていく様子がご覧入れまらがす。今回は岸田さんのニュースをお借りして、投資をしないと損し続けるからさっさと資産運用しろよ、という内容をお送りしました。